ベッキーさんの話をしようという感じで、84年生まれの現在26歳ということで、去年ちょっと彼女の本を、ベッキーの心の扉っていう幻冬舎の本がありまして、これ紹介したことがあったんですけど、まあこれが評判すごいんですよ。僕がある雑誌で最近出たタレント本の調査みたいなのでも、20代30代40代女性が本当全面支持、感動したみたいな感じで、Amazon のカスタマーレビューとかでも星4つ半おすすめ、高評価、すごい評判いいんですけど、僕にはなんか全然こう僕の心の扉開かないっていうか、どうなの？ですね、関係者の誰もが本当にいい子って証言するんですよ、彼女のことは。僕の友達でプロストーカーをやっている人がいて、何ですかその職業？プロストーカーってものがある？そうですね、ストーキング活動、通知表を調べたりとか、卒業アルバム調べたりとか、地元を聞き込みしたりとかする人がいて、やだやだ、もうちょっと。なるほど。でその人が聞き込みした結果、大体みんな悪い話出てくるのに、ベッキーはなかったって言ったんですよね。みんながいいことを言うっていう。私もだいぶ10年ぐらい前ですけど、お仕事ご一緒した時は、本当に素敵な方でしたよ。そうなんですよ。でこの本読んでも僕一番衝撃を受けたのが、ベッキーは毎朝毎晩、家族、お友達、スタッフさん、共演者さん、観客のお客さん、応援してくださってる方々、美味しかったご飯、可愛かったお洋服、辛かった出来事、嬉しかったこと、神様、ご先祖様に感謝してるんですよ。毎朝毎晩、これ相当時間もかかるし大変だと思うんですけど、こんだけ洗っていくとね、でもまあ感謝は大事ですからね。で8年ぐらい前に1回僕彼女取材してて、当時まだ18歳、まあ未成年で大学生だったんですけどぐらいだと思うんですけど、その時言われたんですよ。お酒の話になった時に、お酒は絶対20歳までは飲まないです、それが法律だしちゃんとしないとダメですよって言われて、思わず僕も謝ったんですけど、そうね、法律ですからね、すいませんっていう、当たり前じゃないですかって言われて、本当にあれなんですよ、絶対的に正しいんですよ彼女って。何を話した、法律はそうですよ、守ってね、そうです、そうなんですけど、そうなんですけど、そうじゃないことが結構普通だったりする世の中もあるんだけれども、でもそこは絶対にきちんと守る人なんです。で本当すごいいい子なんで、下手にいじるとこっちが悪者になるのは確実っていう ところが、それ書評やってくれって頼まれちゃったんですよ。そうか、やる以上は。でもこの僕のモヤモヤは伝えなきゃいけないっていう、すごい面倒くさいところに追い込まれて、吉田剛さんは納得してないんだもんね。そうなんですよ、この本は本当、彼女が前向きに生きるためのメッセージをたっぷり詰め込んで、絶対何かの反動だと思ってるわけですもんね。それ滝さんも言ってましたよね。何かの反動なんですよね。いや僕はだから分かんないです、ただ何がどうこうっていうよりも、本当この絶対的な正しさが僕はすごい眩しすぎちゃうっていうか、増刷分の帯によると、笑顔と元気の輪が全国に広がってあっさり10万部を突破、読者からはとてつもなくあった気持ちになりました、勇気をもらいましたとの、ね、コメントが殺到ってことなんですけど、本当前見すぎて届かない。なんでかっていうと、まあこう書いてあるんですね、この本に登場する言葉たちは私が大切にしている言葉たちです、自分自身に言い聞かせている言葉、人がそう思わせてくれた言葉、人が送ってくれた言葉、そんな一つ一つの言葉がお花で、皆さんに花束をプレゼントするんだという思いでこの本を作りましたっていう、本当そういう本なんですよ、美しい言葉がいっぱい詰まってて、でも正直花で例えるんだったら、ほんのね、ただ綺麗なだけじゃなくてトゲがあるとか、ね、横に地味なものがないと花束にはなかなかならないとか、で彼女太陽みたいになりたいとも言ってるんですけど、なんか光だけなくて影もないと、ほら僕ね、絵とかは立体的にならないとか。なるほど、吉田剛さんからご覧になると、ベッキーさんの本ってそういうなんか全方向から光当たって、光なんですよ、正体見えないよって感じ、完全に影を消すための光の当て方してる感じで、まあポジティブなんですよ、プラスな言葉を発した分だけ人生の中の笑顔の数は増えると思います、マイナスな言葉を発した分だけ人生は曇っていくと思います、どんな人も誰かに愛されている、そんな人たちをたった3文字で嫌いと傷つけるのは悲しいこと、そのエネルギーがあるなら夢を叶える方向に使いましょうって、正しいっていう、でも正しすぎるがゆえの問題点っていうのが感じたんですよ。それ彼女がさんまのまんまに出た時のことで、その頃本当まずちょうどさんまさんがドラゴンボールにハマってたっていうのを彼女調べてて、さんまさんのためにわざわざ中野ブロードウェイで関連グッズを買ってきてお土産で渡すっていう、気が利くじゃないですか、気が利く、でさらにはそのスマップのライブで客席のさんまさんがすごかったっていう話を振るわけですね、でさんまさん関係者席でカメラに抜かれるとも限らないのに、いざカメラが関係者席に向くと、手にしているうちわがスマップのメンバーのものではなくて明石家さんま仕様って完全に仕込んでたんですよ。それで大爆笑になって、隣にいたジミー大西さんとのミニコントまで始まってみたいな。
な、ドッカンドカン笑ってすごかったですよって話になったんですよ、まあ、いいトスあげるなと思ったんですけど、さんまさんがそういえば会場では会わなかったみたいな話になったら、ああそうなんですよって、スマップさんのコンサートは本当に大好きだから、いつも普通にチケット買って一般席で見てるんですって、そこで歌って踊ってやってるんですみたいな話になって、まあ、すごい正しいと思うんだけど、それによって関係者席で見たらさんまさんがちょっと正しくない気もしてくるとかそうなんですよ、正しすぎるから、俺正しくないって、僕インタビューの時もそうじゃないですか、そっちが思い知らされちゃう部分があるんですよね。もちろんベッキーさんはそれを思い知らせるために言ってるんじゃないんですよね。圧倒的に正しいんですよ、ただ圧倒的すぎちゃうんですよね、それ引きで見るとどうしても対比の方にね、目がいってしまう、本当すいませんって言いたくなっちゃうんですよ、もう僕が本当に全て間違ってましたって当時僕30過ぎてんのにっていうね、10代の彼女に何度も謝るっていう恋愛関係でもね、有名じゃないですか、彼女はそういうことはもういらないっていう感じで接してて、いつも妄想の恋はしてるけど付き合いはしないっていう感じで、仕事で知り合った人とも二人きりで食事すらしたことない、誤解されるからって、そこまでは分かるんですよ、正しいなっていう、それは女性の共演者とも食事には行かないって書いてあるんですよね、仕事に徹するために、番組が終わってからそういう付き合いをするみたいな、正しいんだろうけれどもって、もうちょっと交流してもいいんじゃないかなって気は正直するんですよ、あそうか、同じ番組をやっている限りは誰とも一緒、そうなんですよ、じゃあ仕事終わったらまっすぐ帰るってことなんですかね、その時は、ま、というのが間違いなくそうでっていう、だからさらに彼女のモットーっていうのは、胸の痛みというのはちゃんと感じていたいんです、お友達、好きな人、家族、大切な人に話したら痛みは和らぐだろうけど、生きていく上で必要な痛みだと思うから、辛いことは人にはあまり話しません。あ、なるほど、だから割とこうポジティブなことは、そうなんですよ、ね、たくさんおっしゃる、すごいいいことだと思うんですけど、インタビューには向かないんですよ悩みありません、困ってることもないです、そうなんです、それなんですよ、辛くもありません、何聞いても弱音も吐かないし、悩みも何も明かさない、でフレンドリーであるし、すごいいい子なんだけども、心は開かないですよ、心の扉っていう本出してるんですけど、そこが開かないんですよ全然そうか、それは強敵ですね、吉田さんにとってみたら、明菜とは違った意味での強敵なんですよ、全然、例えば本当ね、小学3年生って雑誌でその頃インタビューしたんですけど、子供の頃から元気が一番だったんですよって、アントニオ猪木みたいなこと言ってて、元気に見えるけど、でも結構落ち込みやすい部分もあったりするみたいですよねって振ると、そうかな、まあ前よりは強くはなりましたけどってぐらいで流すんですよ、ね、で母親は日本人で、お父さんイギリス人で、家族仲もいいっていう話なんだけど、昨日父親と喧嘩しました、久しぶりにって言ってたんで、問題なければ喧嘩の理由聞かせていただきたいんですけどって聞いたら、問題ですねで終わりとかまあ、なんか個人的な、まあ、ネガティブな感じが出るような話はしたくない、まあ、でもね、おっしゃってますから、マイナスな言葉を発した分だけ人生は曇っていくって、そうなんですよ、そのモットーはすごい伝わってくる感じの展開になってくるんですよ、はい、だから多分ね、郷さんのことをこいつ曇らせようとしてるなっていういや、なんか影は知りたいじゃないですか、絶対 そういう部分があの共感のポイントになると思うんですよ、ああ そこは同じだよって、そういう人が頑張ってるって方が僕なんかは分かる分かるってなんですけど、彼女は正直言うと分からないになっちゃうんですよ、まあ、教えてくれないのでね、なるほど、あの芸能界目指したのはずっとですって、記憶がある時はずっと、記憶がある時からずっと有名になるか芸能人になるってずっと決めてた、テレビに出たかったって、それ自体はアッキーナとも同じなんですけど、もし芸能人になってなかったらマックの店員になってスマイルをみんなに配ってるかっていうね、もしくは最終巻製薬で働いてるか、いい会社ですっていうね、それ言い続けよう、 CM 来るよってマネージャーさんが言ってたんですけど、これもね、先週のアッキーナのマネージャーさんに似てるっていうかね、これビジネスのアドバイスはちゃんとするみたいな、ただアッキーナのマイペースさんに比べると本当にこのポジティブさがすごい、すごい、大学1年生で学業との両立はどうですかって聞いても、まあ楽ではないですけど、その分2倍の人生楽しめてると思ってるんで全然問題ないです、両方最高ですっていう、とにかく最高っていう言葉がいっぱい出てくるんですね、学校をサボったことは一回もないですよ、だって本当に友達になりたいし、みんなとおしゃべりしたいしって感じで最高っていう感じで、アッキーナのね、あの勉強めんどくさい、ここ嫌いだって必要ないスタイルとは全然違って、小学校中学校は真面目に勉強するべきですね、それが高校につながるし、高校の勉強も大学につながるわけだし、真面目にしとくと小学校中学校は基本だから絶対得するよ、今のうちしっかりやっときな、遊びもいっぱいしときなって感じですねって、まあ、本当にもう正しい、でホームページとか見ても本当そういう弱音的なものは全然なかったんですよね、って聞いたら本当嫌いですっていう、だって弱音を吐く、人が弱音吐くのはいいですけど、それでなんかアピールするのが好きじゃないし、大変なんです、両立してるのすごいでしょみたいなね、そういうのも好きじゃないっていう、正直ね、このぐらいまでインタビュー進めてもまだ全然入り込めてないのはどうしようって、僕はだんだん困ってきてるんですよね、この辺、甘えたくない
ないんですね、ベッキーさんって。そうですね、甘えたくないから、うん、なんか弱音を吐くっていうことは人に甘えるっていうことで、甘えることは良くないことだから、うん、弱音なんか吐いちゃいけないっていうふうに、うん、でも人の弱音は受け止めるっていうスタイルですね。ねえ、だから相談には乗ってあげてそうだもんね。ねえ、だから自分に厳しいタイプなのかな、うん、もしかしてね。そうでしょうね、うん、で、なんかラッキーナにも聞いたように、最近悩んでることとかありますかって聞いたら、アキナお菓子大きいの買うか小さいの買うかで悩むだったわけですけどねえでしたよね。ベッキーは悩んでること、昨日川で泳いで爪がボロボロになったことって言って、うん、大学のサークルの仲間と多摩川でバーベキューやって、発泡スチロールの上に乗って川流れた時に爪がボロボロになった。そうか、うんうん、でサークルの仲間からもいつでもやる気満々だよねって言われて、バーベキューにもフリーザー持ってったり、必要だと思って軍手とかたわしとか持ってって、やる気満々、イベントとか大好きだし何事も一生懸命やりますねって、全然悩みの話じゃないんですよね。あ、でも確かにバーベキューとかキャンプにもし一緒に行ったらすっごい働いてくれそうな印象ありますよね。全員に気を使って、うん、気が利くな、そのタイミングで水汲んできてくれんのみたいなね。 100% の笑顔で、ね、疲れてるみたいなことを一切見せずにっていう、はいはい、ね、そんな気はしますけどね、うん、もし自分がこうね、あの、その親しいお友達とか身内とかでそばにいると、なんかそんなに頑張ってね、いたら、帰ってしんどくなっちゃわないかなって心配になっちゃいそうね、うん、そばで見てたらね、ぐらいですね、うん、だから本当にその影の部分は一切見せないというモットーが本当に徹底していて、うんうん、徹底しているがゆえにこのね、正しい部分を出せば出すほど僕が本当にすいませんってイベント僕毎回サボってたんですよ、そういうもう本当にごめんなさいって、激しく反省して帰る、反省しまくりましたねうん、インタビュアーが反省して書いて、どうなんだろうね、うん、そうね、滝さんもでもそうなると思いますよ、ベッキー、あ、僕が多分悪いです、すいませんってなるすいません、いい加減出てきたでとか、仕事そんなちゃんとやってないと僕みたいな、まあでもベッキーにインタビューすること僕ないでしょうからね、まあ、でもあの仕事はしたことあるんですよ、はいはいはい、あったことは一緒に仕事したことあるんですけど、すっごいちゃんとしてましたよ、やっぱり、ね、挨拶もきちっとしてくれますしね、うん、なんかこうにこやかに仕事をしますしね、あんまりあれですよ、なんか画面に出てらっしゃる時と、うん、あの楽屋とかね、スタッフと打ち合わせの時とで変わらない、うん、ずっとちゃんとしてらっしゃる感じですよね。そうですね、はい、本当にさきさんは何も思わなかったんですか、何がそれでそのすごさを見て、はい、俺もうちょっとちゃんとしなきゃなとかなんでないベッキーはね、でもそういうあれですからね、でもなんかね、なんか、なんでしょうね、クラスの委員長的なとこでしょ、だってそれを芸能界でやってるのはすごいですよね、だいぶすごいなとは思いますけどね、はい、ただ本当にその正しすぎるがゆえの恐ろしさみたいなのを僕は思い知ったっていう、インタビュアーとしてはちょっと泣かされたということですね。そうですね、吉永さん、でも引っ張り出せなかったってことは敗北宣言で、そういうことです、ね、完全に負けました、いろんな意味ですいませんを何度も繰り返す感じで、正直僕彼女小学校の時に会ってたんですよ。あ、はい、そうなんですか、ね、あのプライドの会場に知り合いが連れてきてて、一緒に写真撮ったこともあるんですよ、そういうのを接点からいけるかなと思ったら全然無理ですよね心の扉は硬かったっていう、なんかすごいこう自分ご自分自制心が強いなって私ご一緒した時に思いました、はいはい、多少ね、うん、あの打ち合わせの時にはちょっと、うん、ほらちょっとまあ例えばテンション低めになるとか、うん、あれはなんか時ちょっとね、マネージャーさんといる時にちょっとまあ素が出るとかっていうのは、うん、まあ皆さんあることだしね、当たり前です、うん、で、まあ、ちょっと弱音とか本音が出ちゃうっていうのもまああることだけど、うん、そういう風にしちゃいけない、私はちゃんと自分はちゃんとしてないといけないんだっていう自制心のものすごく強い方だなと思って、私は楽しいこと仕事をしてるんだからネガティブなことを言ってはいけない、うん、いけないっていうのがもう本当にどの場面でも徹底してらっしゃる、そこにネガティブなことを言わせようと思って郷さんがもう立ち技でいけるなと思って言ったら、さっとタップされて、ね、さっと倒されて、何度もタップしてるわ、タップする今までの気持ちよく落とされたっていう、俺負けてたのかみたいな、すいませんでした、ね、優しいなそこもってとこですよね、グレイシーの理論のだから本当に、はいはいはい、ボコボコにするとかじゃないっていう、ね、じゃなくて傷つけずに、はいはい、倒す、最後勝つまで入れてくれる感じだった、起きろっていう、すごいですね、すごいです、ね、これはでも誰もできないと思いますよ、彼女の心の扉開くことは、うん、正直、ねえ、うん、でも私も毎週動物番組で拝見してるので、ね、ね、今日頭が下がります、ベッキーイコールグレイシーだってことが分かりましたね、タキさんが勝手に出したけど、まあでもそれぐらい最強ですよでね、そういうことでしょ、最強のまま引退するって、手も足も出ないってことですよ、こっちもね、うん